としてデビューいたしました、なみみです。新曲を聴きください。ホーム、私の帰る場所。悲しい思い出を引きずっていて、まあ、ある時何十年ぶりかにこうちょっと昔住んでた場所に訪れた時に、はい、住んでたところがね、はい、そこのふるさとが変わらないまま、うん、こうね、暖かい風が吹いて、あの同じ花が咲いていてっていうのを見た時に、今自分の置かれてる状況もとても幸せなんだということに気づいて、はいはい、で昔を悲しむんじゃなくて、今ね、それぞれにお父さんもお母さんも幸せなんだというのも受け入れて、ようやく、あ、夢っていうのは、私の夢は家族でいるっていうことが夢だったのが、今とっくに叶っているじゃんという、あ、はい、一緒にいたかったんですけど入れなかった、でも何十年も経って今はみんなそばにいてくれる、形は、いや形は違うけど、私のこんな近くにいるっていう、いてくれるっていう、だから昔の住んでたところに戻ってきて、そういう思いが戻ってきた時に、あ、今悲しい思い出じゃなくてとってもいい思い出になったっていう、じゃあそういう思いを込めて歌ってる、そうです、そういうのを、まあ、だから明るいこう曲調になってますね。まあ、これから歌う歌は、まあ、2曲目に載ってるやつなんだけど、はい、そのどういう、 こう気持ちでどういう、 こう 歌、はい、歌いたいのかっていうのをなんかちょっと曲なのかなっていう、2曲目はですね、1曲目はあの家族の曲なんですけど、はい、ふるさとの曲で、2曲目は男と女の曲です。はい、まあ、錆びついた絆っていうサブタイトルにあるんですけど、まああのね、離れられない2人にしかわからないこう悲しい思い出とか、そういう、何ですかね、そういう2人にしかわからないけど絆が切れないんだっていう、そういうバンド向きに作ったロックテイストの曲なんです。
これからのこう活動っていうのは何か期待するところでは、活動は、どんな活動を呼んでいただければどこでも舞台に行きます。 CD を持って、 CD 持って、はい、よくあのライブハウスかなんかで歌うようなこともやられるんですか？そうですね、今までは弾き語りだったのでライブハウス多かったですけど、はいはい、今はね、そうカラオケに入ったので、うん、ぜひ大きいステージで歌いたいです。なるほど、はい、例えばどんなステージがいいでしょうか？え、ミュージックステーションすいませんあ、夢は大きく大きく、はい、まあそうですね、目標は、まあ、テレビには出たいですね、いつか目指すわね、はい、8月2日に CD デビューしたので、うん、今月からなんかこうもうずっと夜予定が入ってますね。そういう場所に歌いに行ってちょっと顔を覚えてもらったり、今はとりあえずそうですね、こう目の前のお仕事をこなしながら、また今後のそうですね予定を立てたいと思います。まあプライベートも含めてこれからどんなこう人生をいきたいなっていうのなんかありますか？やっぱりまあもちろん家族や友達は大事ですし、まあ自分の夢もずっと続けてきたので、こう歌に関しては、なるほどね、はい、ここで叶ったわけだもんね。はい、叶えてますけど、まだこれからなので。スタートですかね。スタートです、今はスタートなので、もっと、はい、上に、はい、行きたいですね。ぜひ夢に向かって、はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。Bye.